こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スパイアレグロ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ルアー前に行きそうです。スパイアレグロそれに続いています。さらにはワイルドセナ、4番メジャートップ、その後ろ先頭に戻りましょう。ルアー先手を取りました。その隣にノースチャンネル並んで4番メジャートップ、好位置をキープしています。トロットサンダー、その隣にジェイコカルメン、その横にレジェンドファッション、向上面に入っていきました。それでは先頭から先手を取ったのはメジャートップ、すぐ隣にノースチャンネル、好位置をキープしています。トロットサンダー、黄色の帽子、ワイルドセナ、その後ろすぐ隣にレジェンドファッション、ルアーすぐ後ろ、内からはグロリーサマー、その隣にセイクリッドラック、その横にソウルアクトレス。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。トロットサンダー早くも先頭、メジャートップほとんど差がありません。ワイルドセナ3番手、さあトロットサンダーこのまま逃げ切れるかどうか。トロットサンダー先頭、差はほとんどありません。残り 200m、 トロットサンダー先頭だ。残り 100m、 2頭の叩き合い、ルアー迫る、やはり強いトロットサンダー。トロットサンダー大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はマーケトリー、マーケトリー先頭、あと 200m、 マーケトリー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。サンドピット追いすがります。マーケトリー先頭だ。先頭はマーケトリー、1着でゴール。マーケトリー1着、2着にはどうやらサンドピット、勝ったのはマーケトリー、見事な勝利です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはロックソング、チカリー、この馬も好スタートを切りました。グッドアンジェロ前に行きそうです。ロックソング、それに続いています。さらにはチカリー、12番ルビーレター、その後ろ。それでは先頭からロックソング、先手を取りました。その外からグッドアンジェロ、間が空いてチカリー、桜爆心王、好位をキープ。すぐ後ろにチップマンボ、その後ろからはオーロラジャック、その外にルビーレター。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ロックソング先頭、2馬身から3馬身のリード。残り 200m、 ロックソング先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気に桜爆心王、ロックソング、ロックソング1着、2着にはどうやら桜爆心王、勝ったのはロックソング、見事な勝利です。
こちら大井競馬場から交流重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。コースタートを決めたのはアドマイヤエンゼル、リバーストンキング。この馬もコースタートを切りました。金豊王前に行きそうです。桜ハイスピード、それに続いています。さらにはアドマイヤエンゼル、10番スケールシュタイン、その後ろもう一度先頭から鉄線スーパー先手を取りました。その隣にマルブツスピーディア、その横にスケールシュタイン、リバーストンキング、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。もう一度先頭から先手を取ったのはエアリータバスコ、その外から鉄線スーパー、その外にマルブツスピーディア、その隣にスケールシュタイン、その横にサリウスキー、その外からリバーストンキング、その隣に金豊王、その横にメテオサンルクス、これに続くのがアドマイヤエンゼル、ミスター東人、この位置です。並んで6番シグナルマスター、最後方に最高サンセット、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてメアリータバスコ、マルブツスピーディア、ほとんど差がありません。鉄線スーパー3番手ミスター東人、いい位置、果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭変わりました。先頭は桜ハイスピード、桜ハイスピード先頭、残り 200m、 桜ハイスピード先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ミスター東人差し切った。ミスター東人もう一伸び、ミスター東人ゴールイン、ミスター東人1着、2着にはどうやらオータムホープ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはミスター東人。